皆さん、こんにちは。ミトガレチャンネルのミトです。はい、ということで、前回の続きからやっていきたいと思います。いやー、前回はナタネにね、いいところで負けてしまったので、今回はリベンジだね。で、先発は前回と一緒だ。で、このね、パチコがレベル15になりました。13から。変化はそれだけだね。まあね、いい戦いできるんじゃないかなと思います。絶対勝つ。サクッとね、この辺は終わらせていきたい。うぜ、待ってたよ。私が100体のジムリーダー知ってるわ。飛ばすわ、もう絶対勝つよ。リベンジ戦いきます。いやー、みんなね、今朝の4時半です。朝の4時半、めちゃめちゃ最近忙しいからね。よし、チェリンボ OK。 もう相手のコード…レベル19、こんな高かったっけ。久しぶりのポケモンだからね。まあレベル4差だけど、宿り木の種だけ注意してやっていこうか。スパーク、もうスパーク連が連打、麻痺狙っていく。そうなんだよね、効果。おーい、急所当たっていく。神秘の守り、相手は神秘のベールに包まれたと。神秘の守りってなんだ、特殊に強くなるのかな。あんまりね、実はポケモンのこと詳しく分かってないって最近気づいちゃって、ダイヤモンドがね、無駄に懐かしいなっていう、ただそれだけ勢いで実況していくスタイル。ヤドリギの種、これがマジでうざい。ヤドリギされたら交代しようかな。その戦法でいい気がする。ゴース割れるのはだいぶきつい。変えます。ここは、まあ、特殊攻撃読みのひろゆき。ひろゆきはね、サニーは強いから大丈夫。ただ飛行タイプの技は打てないから、そこだけ注意だね。威嚇しろ。ナイス。いや、威嚇強いね。分かってきた。レベル19同士。草結び。どれくらい効く ?6 か。オッケーオッケー。で、ここまで来たら、もう間違えて翼で打つだけは絶対ダメ。電光石火連打。オッケー。これでどれくらい効くかだね、ポイントは。おお、また急所。あ、違う。めっちゃ効くじゃん。え、これ、なんで前回負けたんだ?今から強いの出てくる?まあ、ロズレイドがね、ちょっと厄介な印象はあったんだけど、いや、勝てるね、これ。オッケー、オッケー、オッケー。チェリンボ落としたのはでかい。パパチコナイス?ヒロイキもナイス?相手を包んでいた神秘のベルがなくなったと。ジムリーダーのナタネはナイトルを繰り出そうとしている。ちょっと入れ替えようか。パチコでね、できるだけ稼ぎたい気持ちあるから、これ、順調なんじゃないの、今回は。前回マジで乱れ引っかき、あと1分に泣いたからね。ちゃんとみんな見てるかな?見てね、ちゃんと。惜しかったから、やらせじゃないからね、やらせじゃ。乱れ引っかきの乱数調整はさすがの水戸柄でもできないよ。スパーク。さあ、ナエトルは勝てそう。レベルなんだ、相手。19か。19って、硬っ。殻にこもるか。しかも、防御アップだよね、これ。きついな。まあ、大パリメイク出たらね、多分生放送頑張ってやりたいかなと思ってるから、ぜひね、見ている方は見てください。不正なしでちゃんとやってますよと。さあ、電光石火。これで終わりにしようか。ちょうどガムシャラでいい感じに削れる範囲まで行ったんじゃないかな、ひろゆき。250。あ、まだレベル上がんないか。お、しかもリフレクター切れた。さあ、最後だ。そのまま戦うよ。前回は、ここでいい勝負したから。多分ね、15だと相手のマジカルリーフ耐えれないと思うんだよね。12か。まだ終わりじゃないもの。そんなくびれして。ガムシャラいきます。しびれ子だよ。しゃあ、連れていく。持ってるね。どれくらい削る?体力差だよね、多分。削るのって。オッケー。立ち筋引いちゃった。はい。調子乗ってく、調子乗ってく、ランラン、なんていうの、追い詰められたのかしら。そうだよ。お前は追い詰められたんだよ。電光石火いきます。オッケー。ここで先手取って、どれくらい削るかな。お、めっちゃ効く。ひろゆき、お前。これ耐えたら激アツだよ。うお、耐えた。ひろゆきだけで勝っちゃうんじゃないの、これ。電光石火からのマハパンチでもうチェックメイトよ。ガムシャラ戦法に、1ミリ同士。草結びオッケー。勝ちました、皆さん。回復してこなければ勝ちます。ここで、ナタネが何食わぬ可能で、いい傷薬してきたらもう大パンだね、大パン。頼む。花道。ラストはお前のマッハパンチで決めてくれ。
俺らの絆、マッハパンチ。よーし、勝ったぞみんな。いやー、よく勝った。完全勝利だね。前回の反省を生かして今回ちょっと策略勝ち感あったね。ナイスナイス。めっちゃ経験値もらえるし、すごい。あなたとっても強いんだ。そうなんです。よっしゃ、改めて言うけどあなた強いんだ。それだけポケモンを育てるの大変だったでしょ。でもそれがあなたのポケモンを浮かびました。さあ進めていこうか。多分次ここかな。銀河白帯ビル。てかハンサムに全然話しかけられねえんだけど、なんでハンサムと会ってねえんだよ。まあ、いっか。この木はなんだか切れそうだ。よし、多分ここで会ってる。さあ銀河団のジム攻略します。行くぜ。ちょっと待って、いやこれ地獄すぎでしょ。喋りかけていいのか喋りかけなくていいのか、うん、全くわからないね。パチコ界だね。パチコ界、なんかこのままもう一生パチコでクリアしちゃおうかな。一生クリアしちゃおうかな。パチコでもうやんなってきたわ。さあみんな来ました。こいつの名前忘れました。なんでジュピター、違ったっけな。話しかけようか。割って入る。何か用かしらと聞くまでもないわね。ポケモンを取り返すな。いいわ、相手してあげましょう。さあなんか途中でストーリー出てきたのかな。こいつよくわかんないけど戦います。おお、セクシーだね。そんな太もも出しちゃって。さあジュピターとの勝負です。ズバッとズバッと出してきたね。ズバッと、もうこれつまんないけど毎回言うからねみんな。ズバッとズバッと出してきました。ズバッとはパチコでいい。ぶっちゃけスパークで、スパークでいいね。ここは使っちゃダメで、あ、まあでもそうだな、花道でもいいかな。え、あ、マジかお別れだよお前とは。マジで油断した。え、ズバッとって電気ダメなの。ちょっと待って、みんなちょっと待って、今のは何かの間違いだ。多分これ中古で買ったソフトだからバグってるね多分、うん、絶対おかしい。何かがズバッと弱点、ズバッとは弱点は電気氷岩エスパーくっそーパチコお前とはもうお別れだ。パチコこんなに愛用してたのに、パチコ嘘でしょ、居合斬りも覚えさせたのに。なんでズバッとなのにキアドレイン使えるんだよ。これだからやなんだよ効果抜群縛りは。もう終わったわ皆さん。もうこの勝負の後パチコとお別れです。はい、本当に辛い。もう嫌になってきた。やめよっかなこの実況、再生回数少ないし。くっそパチコこらえるは覚えなくていい。もういいんですみんな、もういいんです。もうこらえる諦めます。なんでか教えてあげましょう。もう効果抜群になってからです。やらせじゃありません。しっかりしっかり腕をしてましたねえ。タンクの弱点もちょっと調べるわ。調べながらやらないとダメだわ。みんなちょっと待ってよ、この企画ずるいって。初めて弱点引いたわ。めっちゃ気をつけてやってたのに。よし、スカタンクは花道で大丈夫っぽいね。地面がこいつは弱点だから火炎グレーも行きます。もう切り替えだね。もうパチコとは別れだ。もういいんだ、もういいんだ俺は。パチコなんて使わねえ、もう電気タイプなんて。ちなみに逃がしたポケモンと同じ種類のポケモンは捕まえれません。これはもう絶対そうだね。そりゃ何毒浴びてんだ花道お前は。いやマジかパチコ、
え、電気ってダメなの？ズバッと。こうだと思ってたわ。みんな許して。今朝の4時47分なんだって。もう徹夜なの徹夜。仕方ないんだよ仕方ない。なんで徹夜してたかとかちょっと個人情報あるから言えないけどね。謎に包まれてる系ゲーム実況者で行きたいから。後悔目指すぞ。オッケーオッケー。いやマジかよ、こんなジュピターなんて余裕なんだけど。マジかマジか。ショックで無言だわ。編集で多分ね、ショックで無言タイム入ります。入ってもらう。これハイヤオクリーム無言タイムだね。ハイヤオクリーム無言タイム。マジショックだわ。花道895めっちゃもらえる。いやー、ナイスレベルアップ。なんか覚えないかな。覚えないか。いや、ジュピターとの勝負に勝ったよ。そこじゃないでしょ、もう今。皆さん、この企画の醍醐味企画、醍醐味企画じゃない、飯うま来ました。ご覧の通り、ハチコはハチコお前とお別れだ。パチコを外に逃がしてあげた。バイバイパチコ。みんなね、切り替えだね。パチコの代わりに実はね、秘蔵子捕まえてました。これから先のジムでも役立つだろう。貴重な水タイプ枠、魚です。魚連れてきます。さあ、こっから多分バトルラッシュだね。気をつけていこうか。みんな寄り道していい？今さ、一枠空いてるでしょ、ポケモンがね。まあ、ひろゆき、翼ね、飛行タイプ。で、花道、炎と。で、魚手に入れたことによって水も OK で、たけしがいると地面格闘。ってなった時に、やっぱドラゴンタイプは魅力的じゃん。で、ダイパーやってた人ならわかると思うんだけど、この先といえば皆さん何ですか？そう、深まる。深まるゲットしに行きます。よし、深まる出現まで、ん？スキップ。ここら辺じゃなかったっけ、マジで。違った？ここら辺、早う！みんな来たぞ。あれ？怪力使わないと、ん、ゲットできないんかーい！さあ、天眼山行こうか。ようやくだね。うわ、なんか天眼山ってなるとやっぱあいつを思い出すよね。さあ進めていこうか。お、来た。演技の水戸から入ります。君は世界の始まりを知っているか。黙ってこれを持っていってる。要石を手に入れた。え、ちょっと待って、要石ってさ、え、なんだっけ、要石ってなんだっけ、ミカルゲのやつ。え、そうだよね、見てみようか。え、絶対そうな気がする。これがないと石の塔が崩れてしまう大事な石。時々石から声が聞こえる。え、違ったっけこれ、ミカルゲじゃないっけ。いや、わかんねえな、あえて調べないと。ヨスガシティといえばコンテスト。あ、この後ヨスガシティなんだ。一応回復しとこうか。なんかライバルから声かけられたりしたら嫌だしね。あいつ急に来るからな、マジで。せこいんだよな。新たな街来たぞ。うわ、ヨスガシティ来たぞみんな。
確かコンテストの街なはず。記憶上ではね。このおばさんはもしかして、あら、ごめんなさい、コンテストですか。楽しんでください。ちなみにこのよすがのジムリーダーメリッサはポケモンコンテストでもすごい強いそうです。それってあたしのことですけど。うん、お前のボケに突っ込めない。みんなね、ここのね、よすがのジムやろうと思ったんだけど、なんかね、話しかけたらわかるように、ジムリーダーの居場所ね、はっきりとは言えないが、君がいろんなところに行けば戻ってくるかもな。ってね、言ってるんだよね。で、私、水戸柄の小学生の頃の薄い知識を思い出すと、なんかね、ジムの順番がここで違った気がするんだよね。だから、ちょっと途中になるんだけど、時間もいい感じなんで、今日はこれぐらいで終わりにしたいと思います。まあ、一応この街散策 C の、まあ次ね、話進めてってって感じかな。うん。まあね、今日はこれで終わろうかな。さあ、見てくれてありがとうございました。さらば。